おはようございます。お父さんはカイロに行きました。まあもうちょっとしたら帰ってくるんじゃないかなと思いますけれども、ということでね、私も活動開始していこうと思います。朝一ポミ君ベッドルームで遊んでおりましたが、ガーニガーニさん忘れててますね。ただいま11時過ぎです。これからねちょろちょろっとお買い物に行ってこようと思います。お父さん朝一カイロ帰ってきてからね、ポミ君とサムちゃんとお散歩に行ってくださったんですよね。今日どうかなと思ってんだけど、一応雨予報なんだよね、明日とね、夕方行けないといけないからね。まあということで行ってこようと思います。行ってきます。バス&ボディーワークスに来ました。クーポンがね2つあって、せっかくならね使おうかなと思いまして、いいのあるといいんだけどね。行ってきましょう。バッグ何か持ってこうと思ってみたい。ウォルマート来ました。お買い物してきます。コスコ来ました。お父さんこの帽子お気に入りらしい、今日はこれ被るんだ言って被ってた。よし買い物していきましょう。お家帰ってきました。ボミ君もお迎え来てくれたね、ありがとうね。ね、まずねバス&ボディーワークスで16ドル50までの商品引き換えられるっていうクーポンがあったので、このスクラブちょうど16ドル50だったのでね、これ引き換えてきました。ラブ、これすごいいい香りだった。ローズとバニラの香り、あの前にボディショップのローズのミストのお話したかなと思うんですけど、それに似た香りでね好きな香りでしたね。でコースコでお父さんこのチャンピオンのトレーナーを買いました。私も着るから共有ねって言ったら、お前にはでかいって言われましたけど、あとはディッシュウォッシャーのソープとお水2ケースですね。パワーグリーンズとマッシュルームと、マッシュルームじゃないよこれは、しいたけね。でこっちがマッシュルーム、セロリもあったからセロリ、芽キャベツ、犬用ヨーグルトになります。ウォルマートでお父さんねまた明日から出張なので、機内持ち込みサイズのコンタクトの洗浄液とマスウォッシュ、おトイレ用の芳香剤と、飛行機乗るからねお父さん花粉で咳が出るからね、咳するとやっぱ周りが嫌かなと思って喉飴大きいサイズね買ったのと、コロンの匂い好きじゃない？そうお父さん顔にさバス&ボディワックスのメンズコロンかけちゃった。なめったらかかったと匂いがすんだよ。何？カフカフよ、多分。ケミカル。チュキナのタムちゃんよかったね。私はチュキなんだよね。うん、甘えん坊さんしてるよ。ちょっとやあれじゃない？ちょっと匂いがきついから取ろうとしてんじゃない？やだ、なんか臭い。話は戻りますが、それかお父さんのね白髪染めを2つと、あとこれハイドロゲンペロクサイドかなを2本買いました。アルコールはね除菌で菌を殺すんだけど、ウイルスはねアルコールじゃ死なないんですね。これじゃないと死なないんですよ。だからハンドサニタイザーとか多分すごい品切れとかなってるけど、ウイルスには効果がないようで、これ 3% ねで十分ウイルスは殺せるので、そこでねアロマオイルとか入れてハンドサニタイザー作ったり、手洗った後とかにもねシュッシュッとしようかなと思いまして、2本ね、これ1本88セントですごく安いのでね購入してまいりました。以上になります。ということでこの辺片付けて、今1時半なんですけど、ちょっと生物買ったから帰ってきたんですが、これしまったらねランチ食べに出ようと思っております。それではね買い物してきたものねお片付けもいたしましたので、ランチ行ってこようと思います。ちょっとお寿司食べたいなと思うので行ってこようと思います。行ってきます。前からね行きたかったお寿司屋さんなので来ました。できるでしょ、座ってますが逆光だけど、ありがたいね。なんでやろ、そんな空いてんのかな。明日の飛行機アップグレードされたって喜んでるけど、いやだってちょうどお昼ご飯出るタイミング。あそうだね、 あれめっちゃでかいね。うん、買わなくていいからね。めっちゃ暗い。もうオーダー終わっていろいろ来てますけど、ランチのコンビネーションにしました。スパイシーツナロール来ました。私これとラーメンのコンビネーションでした。豚骨ラーメンも来た。いい匂いですね、あったかそう。レモンサーモンロールですね。お父さん絶対これ頼むと思ってた。メニュー見た時お父さん寿司刺身コンボにしました。食後のお散歩にワーリントンに来ました。今食べたレストランすぐそこなのね。では行ってきましょう。お家帰ってきました。ラムちゃんお父さん迎えに行ったね。ポミも私は迎え行く。いいの、戻りましたね。ビール持ってきたけど。ということでバリントンでねお買い物してきたもの、アドバンスドクリニカルズのリチノールセラム、これ4ドル99で、前買おうと思ったんだけどね買うの忘れて帰ってきちゃったので今日買ってきました。あとねスタッシュのストロベリーポメグラネートハーブティーですね、これは2ドル99ね。であとこのねサゾのクラシックチャイラテ、なんか K カップとなんかミルクなのかな、ミルクのなんかあれが入ってるっぽくって、それで混ぜてチャイティーラテにするみたい。
たい。あとは私の夏用というかもうちょっと暖かくなってきた用のパジャマを買いました。このねローラーアシュリーのパジャマがすっごい柔らかくてね気持ちいいんですよね。前からね狙ってたんだけどワンちゃんの柄のにしてもうちょっと暖かくなってから買おうかなって言ったらもう今日買えばいいじゃんっていうお父さんに言われたので買ったのとまたお父さんのスラックスを買いました。大のお気に入りのこれがねまたあったのでねもうね古いやつ全部入れ替えたんですけどまあこの値段で、ね、買えるならあるうちに買っといたらって言ってストック用に買いました。お父さん手洗い具合ちゃんとしてますね。そうそうそうさっきね買ってきたなんだっけこれ名前ハイドロダイレクトロクサーそう名前全然私覚えられないけどハトムギ化粧水の空いてるねスープレーがこれしかなくてちょっとだけエッセンシャルオイル入れてねハンドソニタイダーにしましたのでこれねシュッシュしております。ということで今血行きましょうと言って出て行きましたけれどもこの辺片付けて少し休憩したらねお散歩出ようと思います。なんだかんだお天気持ってるね。明日も大丈夫かなどうかな。ただいま5時半過ぎです。ちょっとお父さん寝ておりましたけれどもナムちゃんと一緒に高まっておりますけれどももみぐにですねお散歩行くのか車乗るのか聞きましたらもう車一直線走りまして車乗ってボール遊びがしたかったようですがもうね暗くなってきてるんですけれどもとりあえずねアスレチックパーク行ってねおもみぐ来たね行くんだよねボールねうん行ってきましょうね。はい行ってきまーす。アスレチックパーク着きました。お話ししてますけど私はうんちバッグ大量に取ってから行きます。奥の方行くのかと思うんだろうお父さん大丈夫ボミ大丈夫踏まれてない。ボミ君今すぐここでボールしたいってここでやるでやんちよ言って奥行かなかったんですね。ボールはなんか匂ってって忘れちゃったみたい。ボールはそう私今日ねトライポッド持ってきてるから置いてどこがいいかなちょっとどの辺でやるか分かんないからねボール遊びを観察しましょう。くしゃみ優先ですか。おー、ボミちゃん、上手だね。見て撮ったよって来た。え何今の休憩しな。走ってちゃった、投げてもないのに。ボミ、休憩。お父さんが投げるモーションするともう行くと思ってんのよ。なんかポミ探してるよ。何探してる。大3つあんじゃん。忙しいね、もめたね。それで遊んでな。もめくが見えるように。もめく見えるようにカメラの角度変えたのに、なんで見えないとこ行くのよ。ナムちゃんのボール取りに行きましたけど。じゃあなんだお仕事でござりますか。急にお仕事の時間になりましたね。ナムちゃんのお仕事拾ってまいりましたがコミックがその間にボールをコレクトしておりますけれども。ノー軽くなった軽くなったな。なんで急に全員でダッシュ始めたのやめてほしいんだけどな。ポミついてっちゃうし。お父さん運動してんの。が一番早いかもしれない。遅いよ一番。誰よりも遅いわ。ボミダも休憩。バテちゃって寝ちゃった。ねえ2往復ぐらいしかしてなくない。何してんの。やめてよ。お尻出さないでよ、恥ずかしいね。いや、5つも持ってない。
ポミもう一つそこにある。とりあえず集めたでヤンチョみたいになってるんだ。てかポミちゃん走りすぎ。あ寒い。ポミ行くもん。やべだポミやべだ。ポミくんないって言ってるよ。ボール持ってないよ。全部ね、持ってったね。ちょうどあのジャケット羽織っていくかな、挨拶の時に。うん、買ったやつね、うん、この前ね。いいんじゃない。ちょうどいいのあってよかったじゃん。なんかフリースか。あたいのコロンビアのフリースを着てるとずんだもちって言われるから。あいの色選ぶからよ。ねえ、どこ持ってる。知ってる。こそこそと集めてた。ナイター消えるみたい。サムちゃんもういい。お水する。サムちゃんすごい閉まったね。ボール置いてかれちゃった。お水休憩ですね。お水休憩終了。お水飲まなかったけど、コメモさんも。なのであともう一遊びしてね、サムジャだけ。また脱線してるけど。脱線してボール持って帰ってこないの。逃げてる。怖いんだよ。やめなよ。何してんの。回収したの。お父さんが無事にボールを回収できたのでお片付けして帰りますかね。めっちゃビビってたけど。いやそりゃビビってよ。怖いよ。話したら。トミお水は、はい、いらないの。サムちゃん、サム行くよ。お水はもういいよ。お水はどこ行ったさ。サムちゃん行くよ。お父さん行っちゃうよ。タムちゃん置いてかれちゃうよ。別にいいわよみたいな感じなんですけど、全然どうとも思ってないお父さん。入るよ。何してんのよ。何してんの。チェックよって。最後いじめられたの。よし、じゃあ帰りますか。お家帰ってきました。あ、コミグがいますけど、サムちゃんまだお父さんと何かしてるのかな。今6時半ですね。これからね、まあ、ちょちゃっとお家のことしてご飯のね準備していこうと思います。迎えに行った。お父さん今またもや洗濯機を戦っておりますけれども、先週末ね頑張ってこの子をね使えるようにいたしましたが、月曜日ね修理が来るということで、でお父さん明日から出張だからね移動させとかないとって言って今やっておりますけれども。床できます。掃除機です。いやいやいや、これだけでいい。 OK。 あ、そうなんだ。床掃除したんだけど、大きさ的にはね嫌な音してるけど、こっちの方が大きく感じるけど、こっちの方がすごい重いらしい。っていうかそれで月曜日治ったらいいけど、治んなかったらねまたその入れ替えの作業かって言ってたけど、その業者の人にやってもらおうかなと思っておりますが、奥入ってますけど、まあとりあえずこれがね落ち着いたらご飯にしていこうかな。まずはね腹減りたちが待っておりますので、腹減りたちのご飯からですね。ご飯タイムですね。ポミ君前掛けしてないな。落ち葉ってヨーグルトべちょべちょなんじゃないの。よかったですね。あちらに何か圧をかけてらっしゃる方いらっしゃいますけど、谷君ご飯入ってますからね、ゆっくり食べてくださいね。人間はねまだそんなお腹空いてないので、少しゆっくりしてね、それからね食べようと思っております。ということで人間ご飯にしておりますが、お父さん明日のパッキングして、その後ね少しソファーでね座ってゆっくりしておりましたけれども、本日はもういつも通りですね、チキンのせ適当サラダと春雨サラダね、あと1人前ぐらいあるかなと思うので明日食べきりたいなと思ってるんですけど、これはね豚汁のリメイクなんだけど、いろいろ足してさつまいもとか、あとねチキンのもも肉とかも入れたんだけど、でちょっとアーモンドミルクとかも入れて少し味変いたしましたが、スープです以上になります。それではいただきます。お父さん夜白髪染めするから寝ないって言ってましたけど、やっぱり寝ちゃったね。サムちゃんとねここで引っ張り合いっこしてたんですけど、今ね10時半ですね。洗い物お父さんしてくれたからね、とりあえずこれからキッチンね最後のお片付けして、もうちょっとね編集して、それからですねお風呂入って寝る準備していこうと思います。
谷くんやしゅみ。最近ここお気に入りですね。京都さんは寝ておりませんが、私がねお風呂入る前ねポミ様寝かしたりなんだりねしておりましたらね、目を覚ましまして寝ちゃった言いながらね一緒にお風呂入りましたけれども、父さんが寝てる間ねピンクさんにいて、私プレストさんつけてたからの端っこに来てねプレストさんと言いながらね寝ておりましたけれども、なのでねお父さんが起きてからねここ移動したみたいですが、気に入ってるんだろうね。谷くんまた寒くなったね。ポカポカあっちゃかかったのにね、今日はねあんまりねお日様もね出てこなくてね、日向ぼっこもあんまりできなかったね。来週はまたちょっと涼しくなるみたいよ。本格的にねあったかくなって春になるのはもうちょっと先かな。またねあったかあったかしてねお家でゆっくり過ごしましょうね。今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝してください。おやすみ。パムタミキちゃん入ってますけど、おやしみ来たなって言ってんだよね。いちもおやしみ待っててくれんだもんね、パムタね。パムタもおやしみ。ガニガニちゃん持ってんよ。いいじゃん、取りませんよ。ガニガニさ触るでないでやんちゅよって言われましたけど、パムタ今日よかったね。ブーブー乗ってボーラーショビってね、お父さんは歩き歩きのお散歩に行こうと思ってたみたいなんですけど、まあ朝一ね歩き歩きでお散歩行ったからね、ポメは夕方のお散歩はねボール遊びとね思ってたみたいで、どうするって聞いたらもう一目散ガレージの方走っててね、ブーブーなってボールでやんちよってねしっかりと教えてくれましたね。ねえポメさん楽しかったね。テンション上がってたじゃん嬉しそうに。ちょっと今日頑張りすぎてなかった、大丈夫だったポミ。テンションが上がってこうハッ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 してるのか、ボールを追いかけて息切れしてるのかっていうの、病院の先生にも言われたんですけど、その違いがあるからね、テンション上がってねヘッヘッしてるのは別にいいんだけど、心臓に負担がかかってるのはそういう運動したりとかして心臓がね早く動いてる時なのね。その違いをねしっかり見極めてね普段生活したりね遊ぶようにしてくださいねってね、一番最初の時かな説明を受けましてね。ポムタはねもうね車乗る前からね大興奮しておりますからね、もうずっとヘッヘッしてるんですけど、今日お父さんといっぱい走ってたしね、ちょっと頑張りすぎたんじゃないかなと思ってるんですけど、まあまあ、お気は組みですね。疲れてますか？そんなでもないね、疲れてはないかな。お家帰ってきてからも元気にねあっち行ったりこっち行ったりしておりますね。お父さんのお手伝いしたりね、またねお父さんお願いしてねボール遊び連れててもらおうね。ママからもお願いしとくからね、今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝にしてください。おやすみ。タミヤもおやしゅみ。お耳めくれしゃですよ。お父さんに口でねんねしておりましたけれども、でもねプレストさんつけたらねプレストさんの前にいてね、やっぱりねプレストさんのがねあったかいみたいですけれども、タミヤも今日もおやしゅみいっぱいしたね、楽かったね。めちゃくちゃ走ったじゃない、運動いっぱいして。もう走るとねこのウエストのところがねキューッとね目に見えてわかるぐらい体型がね変わるんですよね。ウエストめちゃくちゃね絞れてくるって言ったらいいのかな。まあすごい、ほんとすごい。ちょっと運動しただけで太ももの筋肉とかもねもうモコッとねしてくるのね。アスリートですねあなたね、ほんとにね。1年前の写真と比べるともう胸板の厚さとかその筋肉のつき方、体が出来上がってるっていうのかな、すごくしっかりしてて筋肉でできてるっていうのがね分かるぐらいね全然違うんですよね。この1年でね大人になってねさらにねいい体になってきましたね。ダメだね、ちゃんと毎日鍛えてるんだもんね。お父さんと引っ張り合いっこしてね酔い飲んしてね自分だもんね。またねお父さんにねいっぱい遊んでもらってね、ボールもいっぱいしてもらってね、もっともっといい体作りましょうね。今日も1日ありがとうね。ゆっくり練習してください。おや本日はこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいま3時になりますと言ってもアーダコーダやっててね遅くなったとかではなく、いつも通りなんですけど、まあ、日付変わって8日になったんですが、本日からですねデイライトセービングが始まりまして、夜中のね2時になった時点で1時間進んでね3時になったんですね。そうなのでね今3時なんですが、お父さんですね先ほどねお話しいたしましたから一緒にお風呂入って、今まだなんかね映画かな見ておりまして、明日ね6時前に起きるって言ってたのでね、あれでももう2時になったら3時になっちゃうから早く寝た方がいいよって言ったんですけど、まあねここで寝ててね眠れなくなっちゃったみたいで、まだ起きておりますがね、私がベッドルーム行く頃には携帯ポトンと落としてね眠ってるんじゃないかなと思います。まあ、ということで本日はですねいつも通りの土曜日ですね、お買い物に行ってちょっと掘り出し物探しに行って、それでね今日はたっぷりねボール遊びをいたしまして、お天気がねどうかななんて思っていたんですけれども、日付変わ
わる前かな、11時半ぐらいにはね、もうね、雨降ってる音が聞こえて、まあ、ですがね、お散歩行く時間まではね、持ってくれたんですが、しと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 とね、降っておりましてね、まあ、この雨がね、夜中だけでね、夜明けにはね、止んでくれたらいいな、なんて思っているんですが、今ね、天気予報見たんですけど、雨ね、もうそろそろ止むのかな。上がってね、明日は一日太陽出るようなのでね、もう天気回復するようですね。ただね、来週はね、火曜日からずっと雨マーク、次の月曜日までね、雨マークついてるから、雨がね、しとしと降る一週間になるんじゃないかな、なんて思っているんですけれども、電池が切れてしまいましたが、今ね、電池取りにね、ベッドルーム行ってるお父さんね、眠っておりましたけれども、天気予報はね、コロコロ変わるからね、なんとも言い難いんですけれども、まあそれでもね、月曜日までしかね、お庭でのんびりしたりね、お散歩もね、行けないかなと思っておりますので、ね、今日ね、たっぷりお父さんとね、遊んでもらえてね、よかったなと思っております。先ほどもお話しいたしましたが、お父さんですね、明日からですね、2泊3日かな、火曜日に帰ってくるって言ってたので、出張となっておりまして、2日ぐらい前に決まったんですけれども、まあ明日日曜日なんですけどね、朝一からね、今回も送り迎えはいいよって言われてるので、まあお見送りだけしようかなと思っているんですが、とりあえずですね、無事に行って帰ってきてくれればいいなと思っております。まあということでね、今日は1時間進んでもう3時になってしまいましたので、このあたりで電気消してベッドルーム行きたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。